はい、今回のカイチャチャンネルは愛知県豊田市ですね、前田公園やってきました。ここは過去に撮影をしたんですけど、映像がねまだジンバルを使ってない時の映像で、結構見るに耐えない映像だったんで、今回ね4K でより鮮明に前田公園映していきたいと思います。それじゃ早速行ってみたいと思います。これが前田さんなのか、ちょっと明るいな。よし、行ってみようか。ここも最初の頃来たんですけど、ちょうど1年前かな。久しぶりだな。よし、行ってみようか。今日風がないからすごい撮影日和だよ。あれなんだ、なんか自由人が住んでそうな。階段が急だな。このルートは初めて。よいしょ、はい、早速六角堂が見えるね。前はね、そこの鳥居から来ました。ここも結構愛知県では有名な心霊スポットなんで、出てきたのは100円。全部100円だ。あれ、ケチケチすんなって超えてきそう。100円じゃん。いや、ちょっと待てよ。あったあったあった。確か10円あったんだよ。あった。よし、お参りしますね。よっと、こんな夜中に夜分失礼します。よし、なんていう、新牛像跡、ここにあったんだ。おっ、これなんだか。わからない、なんでしょう。
祖先感謝のと、確かここで過去に首吊り自殺があったっていう噂がありますよね。確か上に確か登れるんだよね。いや登らんけどさ高所恐怖症だから。あ、ここか。狭っ。よいしょ。狭い。あ、これね。はい、登りません。高所恐怖症なんでやめときます。なんか九本坂のあの入り口を思い出すな。よし、で六角堂だ。ここの中を見たいんだよな。ほんとほんと見たい。一応覗けるんだけどさ、ドーンこれね、監視カメラの絵があるけど、どこ？監視カメラなんて見当たらない。一周しようか、六角堂の周りを。あ、こんな落書きなかったよな。え、落書きがひどいな。中見てみる。入るかな、この順番。でしょ。届くかな。ちょっと頑張ってみますね。思いっきり伸ばして。落ちたら終わりだけど。よいしょ。ごめん、全く見えないけど。映ってるかな。どういう映像になってるかわからん。見える。ちょっと下向きで行くと映るんじゃない。もう一回ちょっと、もう一回調整させて。よいしょ。どうや。ごめん、ほんと全然見えないからさ、後で確認するしかない。見えてる。よっしゃ、まあ後で確認します。はあ、
どうしようかな。葉っぱが勢いよく落ちてきたな今。この石仏巡り行ってみる？特に大したことないんだけどさ、これ。